はい、今回は BMW の iX3 という、電気自動車ですね。まあでもベースはガソリンディーゼルの X3 でありまして、それをベースに電気モーター、もうこれは完全なる BEV で、あるというのが特徴であります。それも今回試乗するのは M スポーツなんですけれども、今回 iX3 には M スポーツだけの、用意のようで、まあ、今回はその車に乗って、どんな印象かっていうのをお届けしたいと思います。で、まあ、今回乗ってみてですね、私が注目すべきポイントは3つというふうに冒頭概要のところで申し上げましたけれども、BMW はもう本当早い段階から2014年の時点で、もう日本に i3 というですね、電気自動車を、投入しました。まだその頃は、電気自動車非常に少なくて、まあ、日産のリーフが、メインであるのと、三菱のアイミーブぐらいだったですよね。まだテスラも、ちょろっとは出てきてたかもしれませんが、まあそんなに、今ほど知名度はなくてっていうような状態だったわけですが、その頃から i3 っていうのはあって、まあすごくデザインも個性的だし、操作系、インテリアのデザインなんかもすごく変わっていて、ちょっとこう万人受けはしにくい車だったんですね。それからまあ初期のものはどうしても、航続距離が短いというところで、レンジエクステンダーというエンジンを搭載したモデルっていうのはあったんですが、まあ、それだとね、走行中は完全、CO2 排出量ゼロではなくなるもんですから、そのあたりがまあちょっと難しいっちゃ難しい、ところだったんですが、まあでもやっぱり i3 乗られる方はどちらかといえばその、レンジエクステンダーの方が安心ということで、そちらの方が人気だったというふうに聞いてますけれども、まあそんな車がありました。で、まあ今回の iX3、まあその後に、まあいろいろ電気自動車ちょこちょこですね、i3 も改良が加えられまして、航続距離が伸びてというようなことになったわけですが、まあ今回はこの大きな SUV に電気自動車が加わったと。で、まあ結構どこのメーカーも SUV をベースに電気自動車をこう作るのが多いんですが、まあ多分それは、このいう車は車高が高いので、床下などにバッテリーが積みやすいんでしょうね。セダンとかになってくるとどうしてもこう、そのスペースを、バッテリーで取られちゃうと。ある程度航続距離を伸ばそうと思うとバッテリーの数が増えちゃうというようなところなんですが、まあこれぐらいの SUV だと割かしそういうのもセットしやすいというところがきっとあるんじゃないかなというふうに思います。で、この電気モーターに関しては、まあ、出力としては 210kW、まあ、キロワットだと分かりにくいという方のために馬力換算にすると大体285馬力ぐらいなんですね。で、最低トルクは 400Nm ということで、まあ、電気モーターのすごいのは0回転から最大トルクを出しますから、いきなりアクセルを踏むとグッといくというようなわけです。で、まあ、i3 に乗った時も、まあ、ちょっと豪華チャンネルでは取り上げてないんですが、なかなか、楽しかったんですね。まあ、何が楽しかったっていうと、まあ、今は、日産なんか結構言ってるんですが、ワンペダルで走れるというようなもので、私、ワンペダル走法を一番最初に体験したのがその i3 だったんですが、要は回生ブレーキですね。ブレーキペダルを踏まなくても、アクセルを緩めるだけで強い回生ブレーキが効いて、さらにはもう、止まるところまでしてしまうというような走り方をすることができました。で、まあ、それはなかなか良かったんですけれども、まあ、最初ちょっと慣れてないとね、妙な感じしましたが。で、まあ、今乗ってる、iX3 は、普通の今 D レンジにした状態だと、もう普通のガソリン車と同じように、アクセルペダルを離しても、それほど大きな回生はかかりません。ちょっとこのセンターディスプレイを、表示をですね、エネルギーフローにしましょうか。今電気で動いてますね。ゼロより下に回生になります。こんなふ、これぐらい下行くんですね。これが D だと、アクセル緩めても、ほぼそんな強い回生には行く。今セーリングですね。セーリングになってるんですね。回生には入らないようですね。これぐらい強い回生が効くというわけです。で、この回生の強さも実は、D レンジにした状態でも、切り替えることができるんですね。ここの回生というので、今アダプティブなんですけれども、高いというのにしますと、今やっぱ強い回生が効きましたね。で、今度標準っていうのにしてみましょう。標準でアクセルを離します。
まあ、さっきよりやっぱ弱くなってますね。で今度低い、あ、全然弱くなりましたね。こういう違いがあります。まあ、これはね実際にご自分で乗って試してもらうのがいいとは思うんですが、まあその回生の強さを自分で3段階でチョイスできるっていうのはこれいいですね、とても乗りやすくて私はこれはいいなというふうに思っています。ゴーカーチャンネル。じゃあ今度加速性能はどうか、これはねもうびっくりするような感じになるんですが、カメラしっかり持っててね、アクセルをちょっと強めにスポーツモードで踏みます。今30キロぐらいです。ボーンと、はい、こんな感じですね。今30キロぐらいです。ボーンと、はい、こんな感じですね。体持ってかれるんですよね。でまあ電気モーターはゼロ回転から最大トルクを発揮するっていうのはまさにこういうところで、特にスポーツモードになるとよりこう反応がいいと言いましょうかね、そんなことになっているわけです。まあただこれこんな運転をしているとすぐ電気食っちゃいますから、あまりなさらない方がいいかなとは思いますけどね。まあポテンシャルは持っている。でこの車の場合は2トンを超える車なんですね。2トンを超えるような車で、今のような加速ができるわけ。もう一回ちょっとやってますね。それもこれが無音でも、なるというのはですね、まあ、電気自動車に乗るとこの滑らかな走りっていうのは確かに、いいなと思うんですけれども、魅力的に、走って、くれますね。じゃあもう一回エネルギーフローにして行きましょう。そうですね、コンフォートでこれセーリング惰性になるんですね。じゃあここで一旦停止をして、加速をしながら曲がっていってみましょう、大きいトルクがスポーツモードにして大きいトルクをかけながら行きますね。一回止まります。踏みます。グイ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 曲がってますね。踏みます。グイ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 曲がってますね、今ややちょっと聞こえたかどうか、タイヤ泣きみたいな音は聞こえましたけれども、まあでもしっかりと駆動してくれるというわけです。まあ、あまり普段はこんなことは、なさらない方がいいんで、 おとなしくですね、この静かさを、堪能しながら乗るというのがいいと思います。でエコプロの設定にすると電費の最適化設定になりまして、こうなるとより、まあ、なんて言いましょうか、電気を食わないように走ることができます。でやっぱりその乗ったフィーリングは普通に誰もが乗れる。i3 は正直な話ちょっとこういろいろ操作系が変わっていて、車好きな人、私みたいな車が好きな人はなかなか面白いなと思ったんですが、ちょっと普通の人が見るとなんかよくわかんないなっていうふうに思えるところもあったと思うんですね。でもこの iX3 に乗ってみればもう普通の、BMW らしく、まあっていうか X3 らしくですね、乗ることができると、それも静かに滑らかに乗ることができるっていう点は、なかなかいいんじゃないかなというふうに思います。レリカ、ゴーカー、オートアンサンブル、レディオキューブ、FM 三重にて毎週土曜日11時から11時30分放送中。で2つ目は駆け抜ける喜びですね。私が注目しているポイント、BMW はフロイダムファーレンといって駆け抜ける喜び、今まではエンジンの回転フィールとか、ハンドリングの気持ちよさ、そういったところをかなり重要視していたわけですけれども、果たしてそれがこの電気モーターでなされているかどうか。まあ本当はね、この車をワインディングかなんかに持ってってですね、走ってみるのがそういうのはいいんですが、まあちょっと今日はそういうことはできませんけれども、まあさっきやった通り、スポーツモードからの加速感などではもう十分、その今までのガソリンとは違うですね、滑らかな気持ちよさ、加速っていうのは得られます。まあ無理しなくても、今エコモードでそうですね、アクセルペダルは3分の1踏んだぐらいですかね、スーッと滑らかな加速ができます。でこういったところもやっぱり気持ちがいいし、 BMW らしい味っていうのは残ってると思います。で SUV ですので、こう背が高いんですよね。でこう背が高いとどうしても車の横傾きが大きくなってしまいます。まあちょっとここは、曲がりくねっていないのでなかなかそれは分かりにくいんですけれども、カーブを曲がったりする際にですね、車の横傾きはどうしても大きくなるんですが、この車の場合はバッテリーをこう敷き詰めてあるわけですから、その敷き詰めてあるバッテリーのおかげで、重心位置が下がりますね。そういった点からするとより走りの、気持ちよさっていうのは、ひょっとすると
内燃機関の車よりも、こっちの方があるいはいいのかもしれないなというふうには感じられます。でステアリングに関してはもう BMW らしくスポーティーな印象です。で今はこれノーマルモードなんですが、スポーツモードにするとステアリングにより重みを増すことができます。ちょっとここの交差点を曲がるのに、曲がっていますが、でもガソリン車ほどのこの重たさではないかな。でもちょっとこうハンドルを切った印象で、ドライバーに忠実にこう反応してくれるというところはやっぱりいいと思います。こういうところはやっぱりまあ、ガソリンディーゼルともに BMW はもう SUV の乗ろうが何乗ろうがですね、やっぱりその走る楽しさ、駆け抜ける喜びっていうのは非常に大事にしていて、どんな車でも味わえるっていうのは、本当感心するんですけどね、これよりももっと大きい X5 とか乗ってもそういうフィーリングを感じることができますね。 BMW らしい走りができるっていうのはやっぱりすごくいいなというふうに思います。で乗り味に関しては今乗ってるのはこれ、まあ、M スポーツでホイールも20インチなんですね。今道路の継ぎ目を超えました。さっき空気圧見たんですが、規定値よりも気持ちちょっと高めでしたけれども、まあまあそんなめちゃくちゃ高いわけじゃなかったんですが、もっと硬いかなと思ったんですけれども、そこまでこうゴツゴツする感じではありません。ドイツ車らしい乗り味ではありますが、それが不快というようなことではないのはやっぱりいいところだと思いますね。でまあ、この普通の D レンジに乗っていてブレーキをかけた時のフィーリングなんかも全然こう不自然なところがないのもいいと思います。じゃあ今度、このシフトレバーをこっちに倒して B モードで、快晴の、強い方でちょっと走ってみたいと思います。これはもうまさにワンペダル走法ができます。でまあ今こう流れている中で一番聞こえる音はそうですね、今60キロぐらいで流れてるんですが、周りの走っていく車の音が一番うるさいような気がしますね。ロードノイズもそんなに思ったよりは、まあでもやっぱ車の中で聞こえる音はやっぱロードノイズが一番聞こえますね。これはブリヂストンのアレンザというタイヤ、 SUV のプレミアムタイヤですね、それを履いているようですけれども、今これぐらいの速度だったならば全然、気にならない印象だと思います。まあ、これもいつも紹介するんですが、運転支援システムがついてまして、ステアリングもアシストする機能がついています。ここの下のスイッチを押すと、もう今アシストドライビングで白線を読みながら、この車線の中央を走るように行きます。今遅いトラックが前にいるので、今勝手に減速していますね。車間距離の調整は4段で、切り替えることができます。ちょっと抜きましょうか。ここはね、両側に今片側しかないんですが、認識してますね。でこれぐらいの緩いカーブだとステアリングは曲がりますね、勝手に曲がりますね。まあ、これ白線を読んでるというよりも前の車を今、ロックオンしてますね。ちょうどこう四角で囲ってるんですが、前の車についていこうとしながら今走っています。でここの急カーブをどこまでステアリングアシストするかっていうのがいつもこう楽しみなんですが、ちょっと怖いですね、ちょっと怖いですね。頼りすぎちゃダメです、頼りすぎちゃダメですね。まあでも結構強い、操作力がかかっています。まあ、これももう今最新の BMW は、みんな同じような感じですから、これはこれでロングドライブでも重宝するだろうというふうに思います。で今その B レンジなのでワンペダル走法、今私ブレーキは踏んでいません。アクセルペダルを緩めて今どんどん減速をしています。今アクセルをオフ、今全然ブレーキ踏んでないんです。でもこれぐらい減速できるんですね。で今止まる寸前、アクセルを緩めてブレーキ踏んでません。今アクセルを完全にオフにしました。完全に止まりました。この走法に慣れれば、これはこれでなかなか、扱いやすいなというふうに思います。これは実は私以前 i3 乗った時も全く同じ感想だったんですが、やっぱりこの iX3 に乗ってもそのあたりはよくチューニングされているなということがよくわかります。このあたりは路面がアスファルトが敷かれていなくてコンクリートだけのところなんですけれども、思いのほか20インチの大きいホイールを履いているにもかかわらずですね、そんなに、
サスペンションでゴツゴツして深いというようなものではないというのもいいところだと思います。あとまあ今回の試乗車がついてていいなと思ったのはこの大きいサンルーフですね。まあチルトアップができて、さらにはまあスライドもできるんですが、これアウタースライドでできます。でここからまたさらに開くんですが、もうこうなればね、まあオープンカーと同じとは言いませんけれども、4人ないしは5人が乗って楽しくドライブするのにはすごくいいですね。でまあ逆に開けなくても室内が明るくなるので、これはすごくいいと思います。でもちろんこれもシェードは電動で閉めることもできます。もうね、電動で閉めちゃえばもう普通の、ガラス屋根なしの車と同じように乗ることができるんですね。いやでもね、結構これは私好きになりましたね。X3 もまあもう出て、実は内燃機関の車登場してからもう5年ぐらい経つんですね。でまあ最初出た時もいいなと思いましたけれども、まあでも競合がかなり多い中で、じゃあ X3 が一番いいかというと、まあ一番ではないかなと思ってたんですが、今回この iX3 に乗ってみると、なんか全体的にこう洗練されてるし、まあ、ここら辺のディスプレイも大きくなって、運転支援システムもすごくこう良くなってですね、私は X3 結構いいなというふうに今回乗って思っています。で、まあ、今回この iX3 は一充電での航続可能距離が400キロを超えて、400キロ以上、500キロ未満ぐらいだったんですが、まあ私ぐらいちょっと長距離乗る人だとちょっとそれはっていう足らないなっていうふうには思うんですけれども、多分普通の方がごく毎日使ったり通勤で使ったりするのには十分だと思うんですね。でまあ X3 にはガソリンもディーゼルもあるわけですけれども、長距離乗る人はディーゼルがいいでしょうと、ちょこちょこ乗りが割と多いという方は電気がいい、BMW らしくエンジンの回転フィールを楽しむならガソリンがいいということで、それぞれこうテイストをですね選ぶことができるっていうのも相当いいんじゃないかなというふうに思いますね。で実際そのアイス内燃機関を搭載した X3 と乗ってみてどうかなと思ったんですが、本当にこう何のこう不満もなくと言いましょうか、戸惑いもなくこの電気の車に乗れるのもいいところだと思いますね。で特にまあこういう今まだワンペダル走法で今全然ブレーキ踏まずにこう止まりましたけれども、この使い方で、乗るのはガソリン車ではこういう走り方はなかなかできませんが、すごくこれも慣れてしまうと新しい、運転感覚でまた別の運転する楽しさっていうのを味わうことができるかもしれませんね。まあ室内空間の広さも十分だし、トランクルームも計測編のところで申し上げた通りも十分な、ガソリン車というか内燃機関の車と同じ広さを持たせていましたから、もうそういうことを考えるともう全然この不満のない、内燃機関と同じような車として乗れるなというふうに思いますね。まあ電気の充電器はぜひ家にあった方がいいとは思いますけれども、新しい、パワーユニット、で新しい走りの感覚を味わいたいという方はこの iX3 っていうのは一つ、注目すべき一台になるんじゃないかなというふうに思います。まあ BMW ってもともとはエンジン屋さんというメーカーですけれども、まあいろいろね、内燃BMW の場合はもう電気自動車専用メーカーになるとは言ってませんからエンジンも作り続けると思いますが、それ以外にちゃんと時代の要請に応じてですね、こういった魅力的な BEV もしっかり用意するよというのはやっぱすごいなというふうに思いますね。ちょっと加速するだけでこの気持ちよさですもんね。だからまあぜひこういう新しいね電気自動車を味わって皆さんも乗っていただきたいなというふうに思います。ゴーカーチャンネル。はい、ちょっと新鮮なこのカメラの映し方ですが、今回はこの iX3 に乗って後席のインプレッションを軽くしてみたいと思います。でまあ今左の後部座席に乗ってるんですけれども、今これ橋の継ぎ目をこう乗り越えてるんですが、思ったほどやっぱり前席に乗った時と同じようにですねゴツゴツしてないんですね。私はこの M スポーツのタイヤで20インチ大きいホイールで、後ろのタイヤなんか275なんでちょっと音が乗り味がちょっと
ゴツゴツしてんじゃないのかなと思ってたんですが、そうでもありませんね。で、私確か初期の頃の X3 はもうちょっと、M スポーツ系は足回りが硬かったような印象を受けてたんですが、どうもそうでもないので、それは一ついいなと思いました。で、今気づいてちょっと暑くなってきたんで、後ろのエアコンをこうかけたんですが、後ろの独立した、温度調整ができるエアコンがついています。で、エアコンの吹き出し口もここにあって、これなかなか効くんですよね。これもいいと思います。一回、アームレスト出しましょうか。まあこれね、計測編では申し上げましたけれども、もうちょっとヘッドレスト出そうかな。なかなかね、後席ね、快適なんですよ。いい感じで走りますね。で、まあ、これはパノラミックサンルーフがついていて、よりこう開放的にね乗れるというのもすごくいいと思います。で、これがね、さらにこれでも今いいんですが、リクライニングするんですね。こっからまたさらにこう、ね、寝る。こうなるとね、もうあとはそのまま寝ながらどっか行ってちょうだいっていう風に言いたくなるぐらい、このリクライニングのちょっとした角度なんですが、ちょっと長旅で疲れたなと、ちょっとこう楽な姿勢になりたいなっていう場合には、このちょっとしたリクライニングの機構っていうのはいいと思います。ただまあ、どうしてもこのリクライニングをしちゃうと椅子が傾くわけですから、このアームレストも同時に傾いちゃうんですね。なのでちょっと左と右の、角度が違うようになっちゃうもんですから、あれですが、まあでも感じで乗ることができますね。いや、もう本当にね、広々として快適、D セグメントの SUV でこれぐらいの広さがあるんだったならば、十分満足だなというふうに思います。で、非常にこう頭上空間もね、これぐらい空いてますしね、すごく気持ちよく乗ることができますね。で、まあ今 SUV が大人気で、セダン、ステーションワゴンがまあ昔ほどやっぱ売れにくくなってきてるっていうんですけれども、まあこういう風に鉱石とかね乗るとね、なるほどなって思うわけですよね。まあ乗り降りもしやすい高さ、頭上空間もこれぐらい空いている、そういうところからしてもこう快適でね、リクライニングもついてますから、なかなかセダンやワゴンで鉱石のリクライニングがついてるっていうのはもう相当高いレベルじゃないとついてないですからね。まあ、あとはここにもこうドックショットと言いましょうかね、そういうのもついていて、鉱石の人のことは結構重視して考えられてるなというのは改めて感じます。まあ、鉱石のエアコンもそうですし、さらには USB の、Type-C ですが充電口もついてるんですよね。なんか今まで鉱石インプレッションってしてなかったけど、なんか鉱石に乗るとまたその車の別の魅力っていうのが見えてきますね。特に今 X3 乗ってみると、あ、鉱石こんないいのかと思って今乗っています。まあ、特にね、この全体的に醸し出す雰囲気もいいと思うんですよね。やっぱ電気モーターで非常に静かで滑らか、パノラミックサンルーフで開放感がある。で、内装はこのモカという色でしたかね、濃い茶色で、すごくこれも落ち着いた雰囲気である。そういったところからしても、全体的に醸し出すですね、雰囲気が特にこの IX3 鉱石、いいなという感じがいたします。日本で乗るにもちょうどいいサイズ感ですし、とってもこれは魅力的な1台だなというふうに思いました。ゴーカーチャンネル。はい、BMW の IX3 という電気自動車に今回は試乗をしてまいりました。今回私が注目したポイントとしては、まず一つ目は、どんな人にでも受け入れられる電気自動車なのかどうなのかというような点でしたけれども、これは本当に前の i3 みたいなことはなくて、普通の今までガソリン車、ディーゼル車しか乗ったことのないような人でも十分感じていただけるような、十分こう満足と言いましょうかね、特に戸惑いもなく乗っていただけるような車になっていたんじゃないかなというふうに思いました。で、二つ目、BMW らしい駆け抜ける喜び。これはね、もう、さすが。まあ、加速。まあ、電気自動車の加速っていうのはみんなあんなもんで、どんなでもそんな感じなんですけれども、それ以外にも、こう、ステアリングのフィーリング、それから、この、セーター感をそこまで感じさせないといったところ、そういったところもよくできていたなというふうに思いました。それから、内燃機関の X3 と同様に使えるのかというようなところですが、
もそれは間違いなくでありましたし、むしろこの鉱石での、広さ感、それから乗り心地の良さ、こういったところはやっぱりいいなというふうに改めて感じたところでありました。まあね、この車値段が862万円、結構ないい値段、 お値段するものですから、なかなか難しいっては難しいんですけれども、まあでもその新しいテクノロジーを味わいたい、それから今までの内燃機関とは違った滑らかなシームレスな走りを堪能したいという方にとっては一つ候補に上がってくる一台じゃないかなというふうに思いました。まああまりその電気自動車してないところが逆にこれもいいのかな、まあ、さりげなくブルーの、アクセントが入っていたりする程度で、それぐらいというのもある意味いいのかもしれませんね。ぜひ名古屋南 BMW へお越しいただきまして、試乗車あるか事前にご連絡いただきたいですが、この滑らかな電気自動車、乗っていただきたいと思います。これの上位に IX というのがまた新しく出たので、本当はそれ乗りたいんですが、それちょっとまだ試乗車がないようなので、もし試乗車ができたらそれもまた取り上げてご紹介したいなというふうに思っております。ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今回もゴーカーチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。